はい、ピスケです。サクセスやっていきます。というわけで、覚醒対象キャラ狙い撃ちガチャ、こちらを、まあ、10連だけですかね、やりたいと思います。で、追加キャラですね、武田、バレッチ、ユニキムラということで、通常版は入っていないという、なんとまあありがたいなので3分の1で引ける可能性がある。まあでも PSR 誰も持ってないので、まあ誰が来てもいいのかなっていう感じでございます。はい。で、金徳2個持ちになった、武田、うん、まあ帝王武田っていうのがいるんですけど、まあそいつもまあ今んところね、まあ勝負師っていうのがあんまり金徳としての査定がないので、まあ2個取れてもまあ そこまで伸びないけど、まあ一応2個なので若干伸びますよっていう感じで、まあ当たりは多分この子ですね、まあヒートアップで渚と被っちゃうんですけど、うん、精神ボーナーと、練習効果30になれる、覚醒フル覚醒するとね、うん、50で自分で 10% 持ってて、覚醒でプラス20で精神ボーナーも10つくので、めちゃめちゃ打撃キャラとしては有能なキャラになります。はい。でユニキムラも、うん、だいぶ強くなります。まあ一緒ですね、イベントボーナスと初期評価っていう感じで、まあ基盤みたいな感じになるっていう感じですね。では行きましょう、一発勝負。まあ、バレッジが普通に欲しい、しっかり虹が来て、まあ、なんなら3枚なんなら3枚来てもいいんだよ。というわけで、はい、お願いします。バレ、ご視聴ありがとうございます。まあ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 、一番嬉しくないけど一番嬉しくないけど、まあいいでしょう、まあいいでしょう。ちょっとちーちゃん持ってる方ぜひ貸してください、お願いします。はい、てな感じで、まあ解放はできるかな、解放はできる、まあいいでしょう。足どれみね、解放はできるかな、ちょっとやってみよう。ちょっとやってみよう。なんかね、無駄に木村がいっぱい当たってたような気がするんだよね。なのでミッキー、あ、ミッキーちゃんと40以上で確保できたので、あれ9枚になっちゃった。おい、じゃあ集めていきます。この辺にいたような気がするんだよね。木村、あ、あんまいねえや。木村、あ、通常いるかな。木村、あ、いたいた。通常の PSR がいて、どうしようか、混ぜちゃっていいよね、混ぜちゃっていいかなと思うんですけど、まあ、でも昨日あたりね、ちょっと PSR、進むくんが ぶっ飛ばされてるので。ちょっと怖いんですけど。え、これやる？ごめんなさい、見てもいいですか？てれれれんれんれれれん、どろろろろろろろん、どろろろん、どろろろろろ、あ、いたいた。いるんだな。いるのですいません、許してください。タラララン、ダンダララン、タラララン、ダンダラン。ちょっとカットするのめんどくさいからごめんなさい。喋る、喋る。喋れ。でね、アプリの方がやばいんですよね。アプリの方ついにパワー上限実装されまして、いらっしゃるんですよ。いらっしゃるんですけど、めちゃくちゃ引かされるんで、あれ100連ぐらいあるので、ちょっとなんか悩みんごですね、どこまで引くか。とりあえず母体確保で逃げていいような気がすんだよね。なんか結構特殊な性能っぽくて、二股でなんかね、選択肢がちょっとなんか縛りがあるっぽいんですよね。
二股できないのかな、ちょっと詳しく見てないんですけど、もしかしたら二股以上できないキャラの可能性があるので見逃してる。ちょっとその辺は後で見てみないとっていう感じではあるんですけど、ミッキーこっちも情報修正してくれよっていう、そんな感じですよ、ね、困っちゃいますよ、ね、いたね、いたね、結構いるな、受け取れない、61、結構いるな、どうしよう、キャラ中なってる、ね、ね、これ本当でね、ボックスの本当なんとかしてほしい、なんかできない理由でもあんのかな、逆から61まで行けばいいか、61ですよ、50なれるかな、いるいる、結構いるな、全部あれだけど、木村って限定キャラじゃないんだっけか、よく見るとチーも結構いるんだけど、期待ありか、これ全部あれなんだわ、なんかこの辺いっぱいいるね、いっぱいいるわ、何これ、なんかでいっぱい出た、ちーちゃん残念まだ悔やまれるけど、まあ気を取り直してね、木村をバチコンしていきましょう、意味わかんないけどね、だいぶいるな、混ぜ混ぜ混ぜラム、え、ちょっと待って、 PR まだいる？3つ通ると思わんが、3つ通る、あ、やばい、今日調子いい、ああダメだ、そうきたか、難しいな、どうなってんの今これ、あれ R がいるな、あれまだいたわ、なんで、まだいたわ、通るんかい、通るんかい、で
あれ木村ってさ、フラゴ一体だけ？あ、そうなの。あら。作ってなかったんだ。いないよね、改めて。改めていませんので、改めていませんので、いきましょう。どうやって混ぜよう。じゃあこれ直食いでいいでしょ。ちょっとこのさ、別バージョンとあれくっつけてほしいよね。全然わかんない。これ 15% 狙いあり。いやー SR はまあ SR1 体残しでいいか。 SR1 体残しのここ混ぜるわ。いいよね。いってらっしゃい。まあ、3ぐらいいったら嬉しい。2、まあ普通かな。で通常の木村をこれで5段階いったら最強だけど。3、うん、これでこれでいいでしょ。覚醒は1000でいいよね、とりあえず。はい、ってな感じでございました。以上ですね。とにかくまあ今週の木曜日あたりちょっと気になるんですけど、まあそこを待ちましょうって感じですかね。でアイテムガチャウィーク開催決定です。こっちがねめっちゃ楽しみで、うん、ミニミニね、ミニが、チケットもらったのかな。チケットもらってまあ、きらめき出ると嬉しいっすよね。覚醒関係出るとだいぶありがたい。うん、で、デラックスの方は、まあ、天才、きらめき、招き、その辺、カロリーバーもかなが出るとめっちゃ嬉しいっていう感じですね。はい。で、ミニは500、デラックスは5000使います。で、デラックスは50回、ミニは100回弾けるそうです。はい、感じですね。100回って何？宣伝ってこと？ちょっとよくわかんないんですけど。パンガチャだと50連っていう感じになっちゃうのかな。俺もしかして、もしかしたらそういう可能性があるので、うん、まあ数に限りがございますっていう感じですかね。なのでまあガチャポイント最初使わずに貯めてった方がいいんだよね。貯めてくっていうか、この辺のチケットを、おお毎週来てる、早めに貯めてこっち使ってやってった方がいいんだよね。あれでもデラックスとかだけで行っちゃう、もしかして。なるほどなるほど。はーい、先これを貯めないといけないよね。こっちはいないでしょ。で累計のとこにあんのかな。累計のとこにはないみたいなので、はい。で神宮寺でしたね。ここをしっかり何すればいいの。試合か。はいはい、わかりました。全部試合ですね。はい、って感じでまあ早めにその辺やっていけたらなっていう感じでございます。というわけでご視聴ありがとうございました。ちょっと長くなっちゃって申し訳ありませんが、ぜひチャンネル登録と高評価とお願いします。まあ、この覚醒キャラ使ったサクセスはやりたいと思いますので、はい、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。はい、では皆さん、ピースな一日を。バイバイ。